西口,西口文也、西口文也、西口文也、1972年9月26日台は、日本の元プロ野球選手、当主、現役時代21年間すべて西部に所属した、フランチャイズプレイヤー。和歌山県和歌山市出身。愛称は、おつで、体型が、ジョセフをつおりに似ていると、現役時代に先輩に言われたことから、 私立清和介小学校から私立公席、中学校までは遊撃手、外野手としてプレーしていたが、和歌山県立和歌山商業高等学校から投手を兼任し、立正大学入学後は投手に専念して活躍。1992年春季の党と二部リーグで最優秀投手賞を受賞している。以降順位エ格の働きを見せ、1993年の秋季リーグで、 立正大学が2部優勝し、東京農業大学との入れ替え戦を制して、とうとう一部昇格。一部リーグはその4年春1期のみで、一部リーグ通算5試合に、当番、0勝3敗、防御率1.74、39奪三振を記録。2部で迎えた最後の1994年秋も2部優勝し、入れ替え戦で2勝を挙げる活躍で、一部昇格を、お気見上げにした。 のドラフト会議において、西武ライオンズに3巡目に指名され入団。背番号は13。2、アメリカの独立リーグ、ノーザンリーグのスーシティエクスプローラーズに野球留学し、後の決め玉となるチェンジアップを習得。後半戦で初関東、初完封勝利を記録。2は、リーグ2位の16勝173奪三振と最多関東を記録。 オールスターにも監督推薦で初選出された。は、初の開幕投手を務める。最多勝ち、最多奪三振、最高勝率、ベストナインゴールデングラブ賞、沢村賞、MVP を受賞した。しかし、日本シリーズでは2敗を喫した。も、開幕投手を務めるが不調に陥り、前半は中継ぎ、抑えも経験する。 しかし後半戦から復調し、最終的に2年連続の最多勝ち、最多奪三振、ベストナインゴールデングラブ賞を獲得。は3年連続で開幕投手を務める。チーム最多勝ちは、新人の松坂大輔に奪われたが、2年連続で最多完封勝利を記録した。は、右足内転筋を痛めて離脱。これが後に持病となってしまった。は91ヨシシと、 請求難に苦しみ、防御率が初の4点台に悪化した。2002年はリーグ2となる15勝を挙げて、リーグ優勝に貢献。3度目のゴールデングラブ賞を受賞した。読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、第4戦に先発し、5回を2安打に失点に、抑えるも6回に、松坂が勝ち越され、そのまま敗れ、日本一を逃した。は、 右足の怪我の悪化に不調も重なり、規定投球回数に届かない6勝、防御率6.84の成績に終わり、連続2桁勝利、連続防御率10決入りが共に7年で途切れた。から禁煙、食事制限など節制に努めて、復活を期し、3度右足内転筋を痛めて、離脱したが10勝を挙げる。この年 FA 権を取得するが、 これから西武で何勝できるかやってみたいと発言し、残を決めた。怪我の影響で、プレーオフは登板はなかったが、チームはリーグ優勝した。自身は、中日ドラゴンズとの日本シリーズ第5戦に先発し、6回、2、3を投げて3失点で、敗戦投手となり中日日本一に大手をかけられたが、チームはそこから2連勝し、日本一を達成した。 開幕から絶好調で、セパ交流戦では6勝を挙げて交流戦の初代最多勝投手に輝く、杉内俊也と最多勝ちを争い、直接対決で敗れたため一勝及ばずタイトルを逃すが、自己最多の17勝を挙げた。防御率も初の2点台を記録した。は、自身4度目となる開幕投手を務めたが、序盤は調子が上がらず、負けが先行し、 中盤以降に復調して9勝を挙げるが2桁勝利には届かなかった。2、松坂がボストンレッドソックスへ移籍し、5度目の開幕投手を務めて1999年以来の白帽子を記録。3.4月の月間 MVP を初めて獲得したほか、8月17日の対オリックスバファローズ戦、トーイルドームに先発して、 史上46人目の通算150勝を達成。9月18日の対オリックス戦では、史上83人目の2戦投球回を達成した。しかし6月以降の失速が響いて、勝ち星は前年と同じ9勝、11敗となり、プロ入り以来初めて負け越したシーズンとなった。は、試合前半に打ち込まれる姿が目立ち、7月までは、防御率6.35と苦しんだ。 しかし後半は持ち直し、7月27日の対、日本ハム戦で高騰して、以降は4勝1敗、防御率2.74と活躍、終盤の怪我もあって、前年より勝ち星は減ったが、レギュラーシーズンを勝ち越して終えた。巨人との日本シリーズでは、第7戦に先発するものの、初回に一四万塁のピンチで、先制点を与え、2回には、坂本隼人に、 ソロ本塁打を打たれ2回に失点で降板した。しかし、その後チームは8回に逆転し、4年ぶりの日本一を勝ち取った。も、前年同様前半戦はローテーションに入ったものの、打ち込まれる試合が続いたほか、チーム事情もあって、中継ぎに回される。しかし中継ぎでも打たれる場面が多く、防御率は2年連続の5点台、勝ち星も4勝に終わった。 腸を払拭するためにウエイトトレーニングに取り組んだ結果、翌年には球速が時速 145km まで回復し、終盤には高騰も見せたが3年連続の防御率5点台、3勝に終わった。は開幕当初6人目の先発要員となり、前半戦は負け越していたが8月以降は7勝1敗、防御率2.00を記録した。 8月28日には2006年以来となる関東勝利を2005年以来の完封で飾り、自身の先発登板連続無関東記録102試合で当時の日本記録をストップさせた。この試合により、ジョージアマー賞も受賞。10月12日には2005年以来、実に6年ぶりの2桁勝利を挙げ、迎えた10月18日の最終戦に先発、 8回に失点1 4 9で勝利し、チームをクライマックスシリーズ進出へと導いた。最終的に規定投球回には4イニング足らなかった。ものの、チームトップの11勝、防御率も2.57を上げた。日本ハムとのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦では7回、0、3を1失点に抑え、ポストシーズン通算10試合目に始発勝利を上げると、共に、 チームのセカンドステージ進出を決めた。は、短いイニングでマウンドを降りるケースが目立った。シーズン中盤に、右肩痛に悩まされるようになり、投球内容が悪化して2軍落ちした。シーズン最後まで、再調整を行うものの1軍昇格は見送られた。8月8日の日本ハム戦で先発し、高橋直樹が持っていた、最年長先発投手の球団記録を更新した。 この年は一勝も上げることができず、プロ入り初の未勝利でシーズンを終えた。は中継ぎで8試合に登板。2年連続で未勝利に終わり、プロ入り初の先発登板なしのシーズンとなった。2015年は開幕に軍スタートとなったが、5月28日の巨人戦で1軍初登板を果たし、2年ぶりに先発したが4回4失点で越された。 結局この1試合で2軍落ちとなった。9月23日に現役引退を表明した。フランチャイズプレイヤー歴21年は伊藤勤の22年に次ぐ記録。11月5日に日本野球機構 NPB より任意引退工事された。2015年10月、球団本部編成部に所属することが決まる。2016年1月、 2016年3月から4月の間、台湾の統一ライオンズ臨時コーチ就任が発表される。その前の同年2月、韓国プロ野球のハンファイイーグルスで臨時コーチを務める。2016年10月、翌2017年度の埼玉西部の2軍、投手コーチ就任が発表された。2017年6月27日、1軍投手コーチを務めていた。 森真嗣が病気療養のため休養が発表され、代わって西口が一軍投資コーチとしてブルペン部門を担当することとなった翌28日、森は多臓器不全のため死去。現役時代はキレの良いスライダーを代名詞としていた。変化の大きいものから小さいもの、横変化の強いものや縦変化の強いものと様々な種類のスライダーを投げ分け、 特にツーストライクに打者を追い込んでからは、時に、フォークボールと見間違えられるほどに鋭く、縦に変化し、打者にスライダーを空振りしたのではなく、フォークを空振りしたかのようなスングをさせることがあった。校長時には、高い確率で打者の空振りを誘い、速いカウントの時は、小さな変化でストライクを稼ぐというように、使い分けていた。速球はかつては、時速150キロメートル以上。 最速時速 152km を計測することもあったが、晩年は平均球速約時速 138km に収まっていた。西口は毎年20本前後の本塁打を打たれ、先発投手としては良い飛安打率を誇る割には防御率が良くない。現役21年のプロ生活で10回の2桁勝利を達成している球場のシーズンも2回が、 規定投球回投げている年で、防御率が3点未満になったのは一度だけである、2005年。また尻上がりに調子を上げていく傾向があり、西口曰く、僕はどうしても点差が開くと気が抜けて、投球が雑になってしまうタイプ、投手戦の方が、気が張っていい結果が出るという。2006年6月4日の対読売ジャイアンツ6回戦、東京ドームで8回に、 3を2失点完投して、この試合は9回サヨナラ負け以降、2011年8月28日の北海道日本ハムファイターズ17回戦、西武道で後述する幻の完全試合となった2005年8月27日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦以来の完封勝利を挙げるまで、先発での当番時に102試合連続で完投がなかった。この数字は、 従来ケビン・ホッチスが持っていた81を大幅に更新する日本記録当時であった。後日、この記録について西口はおそらくこの記録は抜かれることはないと思いますから、どんなことでも記録として名前が残るのは嬉しいことですと振り返っていたが、翌2012年には藤井修吾が先発当番時に103試合連冠等なしとなり、 西口の記録は1年余りで更新された。藤は2013年4月27日に関東勝利を挙げ、現在の日本記録は107試合である。ゴールデングラブ賞を3度受賞している。西口は松坂と共に1997から2006年までの10年間、パリーグゴールデングラブ賞投手部門を西部勢で独占した。また、 西口は1996年の近鉄線に発射、連続三振、2006年には通算1500奪三振を記録し、要した、投球回数1729イニングは、史上48人の達成者の中で、石井和久、江夏豊、川口和久に次ぐ4番目のスピード記録であり、右投げでは、歴代1位である。1997年4月12日の対、 千葉ロッテマリーンズ戦、千葉マリンスタジアムの2回裏に、史上4人目の1イニング4奪三振を記録している。2006年6月18日の対、横浜ベースターズ戦では12個の三振を奪い、1996年から11年連続で2桁、奪三振試合を達成するというパリーグ、新記録樹立した。本類だが出やすいと言われている、東京ドームでは、 1996年8月3日の対日本ハムファイターズ戦から2007年6月24日の読売ジャイアンツ戦、交流戦まで11年間勝ち星から遠ざかっていた。その後2012年6月8日の読売ジャイアンツ戦でも5回1、3を1失点で勝利投手となったが、これが西口にとって東京ドームでの現役最後の勝利となった。 逆に、大阪ドームでは1997年の会場以来、先発登板した試合では2003年5月20日まで、敗戦投手にはなっていなかった。日本シリーズには5回出場し7回登板したが、0勝5敗で一度も勝つことができなかった。西口は、完全試合、または、ノーヒットノーラン達成まで、あと一歩のところでアンダーを打たれて、完封、完投止まりになったことが3度ある。 1996年9月23日の対近鉄バファローズ戦西部球場で初回に2番打者の水口英二に安打を打たれたものの後続をすべて抑え途中8連続脱三振の活躍日本記録は梶本隆夫、土橋真ドバの9連続で1安打10脱三振6から0のカンプルジを挙げたこの時西口は1度目の ひとし完全試合を達成していた。2015年9月23日に行った西口の引退会見でも日本シリーズ未勝利とともにノーヒットノーランを達成できなかったことが心残りであると自ら述べた。また、それ以前でも2012年11月23日に行われた2500投球会達成の表彰式の際に流された。 球団制作映像で西口本人にとっては不名誉なものであるにもかかわらず、西口を象徴するものとして、上記での巨人戦の清水への被弾の映像が使用されたことがあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。